つのメニューにこだわった個性的な専門店が次々と登場しています。マークイズの3階に去年11月にオープンしたこちらのお店は、こちらは何の専門店なんですか？はい、こちらは明太子パスタの専門店でございます。なんと明太パスタに特化した専門店。こちらでは他のお店にはないこんなサービスが。お客様のお好みに合わせてオリーブオイル明太をたっぷりと加えていただいて、他では味わえないほどの明太子を楽しんでいただけます。これ全部かけちゃっても怒られないんですか？もう足りなければおかわりもご用意してます。いいんだ。口の中全部が明太子になりました。そうですね。見た目鮮やかなこんなメニューも。卵を崩しメレンゲと明太パスタを絡めていただきます。なんか食感がすごい面白いです。なんかあのメレンゲと卵があることによってかなりまろやかになってる感じですね。そしてこちら、やめ茶ソースを絡めたパスタに贅沢にも明太子を丸ごと1本乗せた一品。明太子を1本使用した明太フリットを乗せております。お茶の香り結構しますね。そうですね、あの香り高いやめ抹茶を使っております。続いてお酒を飲んだ締めに中洲で長年親しまれてきたおむすびの専門店、その2号店が博多阪急にオープン。ありがとうございます。うわー美味しそう。うわー見てください、すごい具沢山。お米がふっくらしてて、あと塩サバ、中の塩サバの塩加減もものすごくちょうどいいです。続いてはリピーターも多いという塩辛を入れたおむすび。塩辛のガツンとした塩気がすごいご飯と合ってて美味しいです。そしてウニクラゲを中に入れたユニークなおむすびも。こんなおにぎり初めて見ました。初めて食べた味、コリコリというかシャキシャキというか食感が面白いです。専門店の個性派メニュー、試してみてはいかがですか？